さあ、皆さん、こんにちは。スノーボードの青木玲です。さあ、本日もやってまいりました、YouTube スノーボード大学の時間でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。さあ、今週の出してた YouTube から、週末ライブ配信やりますよっていうアナウンスをちょっと入れてたんですけれども、今週の日曜日、10月の1日、日曜日ですね、夜8時から、一応10時までに2時間というふうに考えてるんですけれども、この YouTube で、 久しぶりりにライブ配信やりたいいなと思いますあのこの YouTube でのライブ配信っていうのがほんとちょうど1年前の10月1日が僕第1回目でやらせていただいたんですけれどもその時がものすごく面白くって8時からスタートして終わったのが1時ぐらいだったんですよね5時間弱ぐらいずっとスノーボードの話を見てくれてる人の質問のコメントに対して返すみたいなことでずっと繰り返しやってすごく面白かったので是非ともあれをまた <laughs> 視聴者の皆さんと見てくれている皆さんと楽ししいい時間を過ごしたいなと思っておりますそこでその,第1回のライブ配信の時にこんんな質問が出てたんですよもし聞きそびれた方はよかったらこの質問また聞いてくれてもいいですしああこういうような質問なのねだったら俺こういうことも聞いてみたいなっていうものがあればぜひぜひこのライブ配信遊びに来てくださいねっていう少し今までのライブ配信から質問をちょっと紹介してで質問を紹介しながらこれの攻略として ライブ配信当時はこういうふうに答えてましたけど1年経ったのでまた新しい情報が僕にも入っているのでもっと分かりやすく話せるんじゃないかなとそういうようなところも触れながら今日はこの4つの質問に対してちょっとこんな形で返してましたというお話をさせていただきます。まず1個目が 本当、えー、ライブ配信始まって1個目の質問が「カービングしてる時に何気にしてますか?」っていう風に質問をくれたんですね。うわいきなり1個目なのにすごい壮大なテーマで嬉しいなと思ったんですけれどもこれカービングに対しての僕の答えとしては「シャドウとスピードを常に追求するようにして考えてます」という風に答えさせてもらいました。 シャドウが急になるとこの落ちる落下力が強くなっていくのでエッジに対してのエッチングっていうもののコントロール性を上げないとザザザザザザザっていうふうにターン後半どんどんずれていったりとか、まあ、カービングしてても落とされるようなフィーリングになったりしますよねなんでシャドウが緩斜面だと簡単で急斜面だと難しくなるのでじゃあできるだけ急斜面でも緩斜面でやってることがなるべくできるようにしたいなっていうような意味合いでシャドウに取り組むっていうのは非常に考えてます そして同様に、今度シャドウが変わらなくても、スピードが上がるっていうだけでも、今度自分が操るべきエネルギー量っていうのは一気にまた増えていくので、これはこれで難しいですよね。なんで、シャドウを追求して、スピードを追求していけば、これ一生カービングがうまくなれるんだろうなって思っているので、この二つを僕は大事に考えてます。というふうに、あの、去年は変えさせていただきました。 で今年じゃあそれ何か大きく変わったって言われたらここはやっぱり変わってないんですねずっと僕はこれを考えているのでカービングするんだったらシャドドとスピードに取り組んでいきましょうねでこの「シャド」っていう傾斜のこの角度もそうですけれども説明状況っていうのもここにちょっとこう入れといてあげるといいかなと思います。 きれいな圧マンよりも多少ボコボコしていくもっとボコボコしていくとやっぱり難しくなっていくじゃないですかね。バーン状況が難しいところでも綺麗いな圧雪板と同様のことができるようにみたいなこともこのシャドー、説面状況に対してっていうふうにストイックに考えていけると上達していけるんじゃないかなというふうに整理しております。そして2つ目が前後ポジション前乗り後ろ乗りをちょっと詳しく教えてくださいというのが2つ目の質問だったんです。 これ、えー、と僕はスノーボード非対称だからヒールサイドに行くんだったら少し前トーサイドに行くんだったら少し後ろよりに体重は動いていきますよというふうにこの非対称なものっていうものを全面的に押し出しながら普段の YouTube から配信させていただいておりますけれどもこれ特にヒールサイドは前に乗っていく方がバランスよくって、えー、僕はカービングしやすいなと思うんです。 ですけれども、これを真似すると、ノーズがズズズズズっていう風に詰まったりとか、ノーズ詰まりながら、おっとっていう風に前にバランス崩したりするんですよ、と。バランス崩さないにしても、そのままうまく起き上がれないっていうので、切り替えがなんかもたついちゃってうまくできないんですよ、みたいな質問をいただきました。 なんでこの前後のポジションの考え方っていうものがそもそも非対称だからヒールサイドは前足の方がポジションいいので前に乗るバランスっていうものをしっかりと考えましょうね。トウサイドは後ろ乗りになるので後ろ乗りのバランスをちゃんと考えましょうねと。そういうようなそもそも非対称に立ってるっていうことから両方同じことができないっていうスタートを切っていった方がテクニックが身につきやすいですよっていう解説を去年はさせていただいたんです。ここから1年経ちました。 もっと有効な解決方法を2つぐらい、今1個でしたね。2つぐらい僕新たに見つけたので、この質問来たら、これとこれ急注意していきましょうねっていうもう準備をして、今シーズンはライブ配信迎えたいと思いますので、特に前後のポジションの中でもヒールサイドの前足加重っていうのがうまくいかないんだけど、そういえばく君、今シーズン新しいやつ見つけたらしいじゃんっていうふうに質問いただければ、もうがっつりその辺、しっかりと解説していきたいなと思っております。 そして3つ目質問あったのが遠心力っていいうものを感じたいですそしてテック2っていうあの日本スノボード協会の技術認定試験に合格したいです、まあ、テック2合格したいという方だったのでテック1は持っている方だったんですけれどもテック1からテック2に合格するにあたりこの遠心力っていうものをしっかり感じたいんですよという質問だったんですね。 だいぶハイレベルな質問だなって思いながら僕はニコ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 しながら去年返したんですけれどもそもそもテック2を受けるときにテック2のシャドウで練習しない方がいいですよっていうのを1個目お話ししましたというのも遠心力を感じるために一番感じづらくなる原因っていうのがシャドウが上がることなんですねシャドウが上がると落下力の方がどんどん強くなっていっちゃうので遠心力っていうのを感じづらい感じづらい なっていくとこれコントロールがでできないんですねじゃあこの遠心力っていうもので純粋にってなったらこのやっぱり落下力っていうものを減らしてあげる要は感斜面,面で身についた遠心力をもってして少しずつ少しずつシャドウを上げていってこれがテック2のシャドウでできるようになるそうしたらもう絶対合格するよっていう。 感じに繋がっていったらいいなって思うので、ぜひともシャドウを落として遠心力の練習しましょう。そしてテックテストのバーンでも、例えばこれ下までミドルターンやったら8ターンぐらいいけるなっていうところ8ターンやろうと思ったら難しいじゃないですか。でもこれ2ターンでいいよって言われたら、2ターンやったら止まってって言われたらもう少しチャレンジ精神は生まれてくるんじゃないかなと思うので、同じテックテストとシャドウで練習するんだったら、ターン数を えー少ないとこから一旦ずつプラスしていって実際の検定に必要な単数までメイクできるようにしていくとこれロスのない上達になっていくのでぜひとも合格目指して頑張ってくださいねというような解説をさせていただいた次第ですで。このシャドウを緩やかにした方が遠心力は感じやすいですよっていうことはもちろんその通りなんですけれどもじゃあこの遠心力生み出すために今度何が必要か何が重要かじゃないですか。この答え 一つの答えですけども今年はまたそれも持ち合わせてライブ配信に挑みたいと思いますので遠心力知りたいんだよっていうふうに質問いただけると一番重要な要素はなんとっていうふうにお話しできるちょっと用意をしてありますので興味のある方はぜひぜひその辺も聞いてみてください。そして4つ目にあった質問 これ最後にしようと思うんですけどもバインディングどんなバインディング使ったらいいですかねって時期的にもうまあこの時期だったので、えー、と道具選びバインディング何がいいかなと,、えー、と去年はフォースとアトラスどっちがいいですかっていう同じユニオンの中の位置づけだったのでノルタによってカービング性能高いんだったらアトラスね、えー、トリック性能高いんだったらフォースにしてみようかっていうような話をさせていただきました。 でこのアトラス・フォースの位置づけは今年も変わってないのでその選び方全然いいなっていうふうに思うんですけれどもこれバインディングもユニオンだけじゃないじゃないですかねフラックスもあるし SP もあるしドレイクもあるしバートンもあるし色々バインディングいっぱいあるのでこのユニオンに限らずこういうバインディング使おうと思うんだけど例えば、えー、ああれいいですねスーパーマジック使おうと思うんだけどみたいな、えー、質問とかいただけたら僕スーパーマジックあの シーズン中に乗ってレビューも出させていただいたので、えー、バインディングっていう意味では今までよりもまたちょっと僕の中での情報が増えているので、そんなところもうまくお話お伝えできるんじゃないかなというふうに思っております。という感じで去年の第1回のライブ配信は初めの、初めの20分ぐらいでこの4つがババババババ,バって出てきて、その後そのペースでずっと、えー、夜中の1時近くまでずっとやらせていただいた第1回のライブ配信です。 すごく楽しかったのでまたスノーボードの話で夜、皆さんと盛り上がれればなと思いますので10月1日夜8時から一応10時ってしてますけれども盛り上がりすぎたら10時の,もうそのゴールは知らないです何時になるか分からないですそんな感じで今年も楽しいライブ配信を発信していきたいと思いますのでぜひぜひ参加よろししくお願いいたしますそれではまたスノーボーダーの青木玲でした。